京競馬場今日のメインレース第11レースサマーマイルシリーズ第63回トヨタ賞中京記念 G3 アンデ戦 1600m 戦ゲート入りがスムーズに進んでいます。残るは3頭、今次々に各馬が収まって残るは1頭、16番のオツー。16頭目ゆっくりとゲートに近づいて2コーナーから斜めに引き込まれた引き込み線、スタンド右手でのゲート入りが終わります。スタートしました。オツーが好スタート、まずは各馬好スタートを見せました。カオスモス、オリービンが行きます。オリービン、カレンブラックヒルが内から一気にかわして先頭に立ちました。2番手に4番オリービン、カオスモス、スマートオリオンの赤い帽子2頭、この2頭が先頭に並ぼうという構え。第2コーナーカーブから周回コース向こう上面に入っていきました。あとは9番のネオリサム、一気に後方から13番のメイケイペガスターが2番手集団から先頭を伺っていきました。あとは後方にいたエールブリーズ、オツー、そして内からオリービン一旦控えて、その間にミッキードリームが追走で、あとは2番の当選ネーム、内で足を溜めます。この集団の後ろ残り 1000m 切りました。最初の 1000m は最初の634秒7で通過。これから3コーナーのカーブ、ダローネガがこの集団まで追い上げて3コーナー回っていきました。レッドアリオンはその後ろ、内からアルマリバン、外にゴールドベル、この集団は固まっています。サンバシン後ろ、後方は2頭ポツンポツンと追走で、15番のアルバタックス、最後方14番の成田スーパーワン。馬群は4コーナーに差し掛かって600を切りました。わずかに内外馬体は離れていますが、エールブリーズわずかに先頭か。4コーナーカーブから直線に向いて、カレンブラックヒル、スマートオリオン、真ん中固まっていますが、外からエールブリーズ先頭に立って、さあ2番手はスマートオリオン、また折り返してくる。間から内をついてカオスモス追い上げて、さあ内からもう一度カレンブラックヒル、残り200を切りました。追い込み勢は外からは、さあ後方から追い上げてくる各馬はどうか。大外からグイグイとダローネガ、あるいは大外アルバタックス追い上げているが、スマートオリオン先頭、中からアルバ2番、2番手に上がったゴール。バウンの中から1番のアルバリバン、最後給水ですが、わずかに届かなかったか。スマートオリオン早め先頭から押し切りました。強い競馬を見せましたスマートオリオン、混戦を断ちました。時計1分33秒42着争いは外から一気に10番ダローネガ、中を突いた1番アルバリバン、最後アルバリバン、最後一気に2番手に上がってきたでしょうか。時計は1分33秒4、上がりはゴールまでの 800m47 秒0、 600m は35秒2でした。最後給水した